留置週5月13日から1993年3月16日は、日本の俳優。身長171センチメートル。1925年に小区に入社し、10年間ほど、大部屋俳優として過ごした後、小津安二郎監督に見出され、彼の大学良いとこで上演。以降、晩春、東京物語など、小津作品には欠かせない俳優となった。 小津作品以外にも、黒沢明、木下啓介、岡本喜八、山田洋二等、名称の作品に、数多く登場し、貴重なバイプレイヤーとして活躍。一貫して、日本の父親像を演じてきた、日本を代表する不景役の一人である。熊本県玉名郡玉水村立花で、父純真、母年の次男として生まれる。聖火は、浄土新州本願寺派。 来寺指示で、父が住職を務めていた。隆地衆という名前は本名である。玉水、村立玉水尋常小学校、熊本県立玉那中学校を卒業後、旧制の東洋大学インド哲学科に入学。大学は、実家の寺を継ぐために進学すると両親には、告げていたが、実際にはその気はなかったという。1925年に大学を中退し、 松竹蒲田撮影所の俳優研究所第一期研究生の募集に合格入所した。俳優になることは本心ではなく、住職以外ならどのような職業でも良かったのだという。それでも同年7月に父の死で一度住職を継ぐが、結局翌1926年1月、兄にその座を譲って再度上京し、撮影所に復帰。以来、 小竹映画の俳優としての道を歩み出す。しかし当初は、大部屋俳優時代がしばらく続き、映画は、大半が、通行人などの早くでの出演であった。また、大部屋での生活は10年以上も続いた。晩春左は、原節子。東京物語。左は、原節子。1928年、小津安二郎監督の、ワコードの夢に、早くで出演。 以降、学生ロマンス、若き日などサイレント期のオズ作品に断続的に出演した。1936年公開の大学良いとこで主演級の役を演じ、同年公開の一人息子では当時32歳ながら初めて不景役を演じた。これが出世作となり他の監督の作品にも脇役や主要な役で出演するようになった。また、 1937年公開の青げば、唐都市で初主演した。1942年に公開した、小津監督の父ありきで主演、7歳年下の佐野修二の父親を演じ、以降小津作品に欠かせない存在となった。戦後のオズ作品には全作出演している。晩春では、原節子の父親を演じ、胸形姉妹では4歳下の田中絹代の父親、 東京物語では一歳しか年の変わらない、杉村春子、5歳下の山村里志らの父親で15歳も、年上の東山千恵子と夫婦を演じるなど、不景役として見事な演技を披露した。逆に、爆臭では2歳年下の菅井一郎の長男役で出演している。その他、サンマの味でも岩下島の父親を演じた。オズ作品の出演によって、 成果を高めた傘は、日本映画界を代表する俳優となり、オズ作品で多く父親役を演じたことから、日本の父親像を確立したと評された。オズ作品では主演で迎えられ、その他の作品では、脇役として活躍。1969年からは、山田洋次監督の、男は辛いよシリーズに、柴又大釈天の御前様役で出演したことで、知られている。 黒沢明監督作品には3本出演した。1965年、玉浦の主演で、テレビドラマへ進出。生涯で、約90本のドラマに出演し、向井学二子、倉本総、山田太一といった名高い脚本家からは指名で、出演することも多かった。1993年3月16日、万88歳で没。墓所は、北鎌倉の征服寺。 亡くなる数年前からは膀胱癌を患うなど健康を害していたが最後まで現役を全うし存在感を維持し続けた亡くなる約3ヶ月前に封切られた映画男は辛いよ虎次郎の青春が遺作となった没後も2000年キネマ淳報による20世紀の映画スター日本編で男優部門の5位に選ばれるなど根強い人気を誇っている 傘は演技について演出家と対立するようなことはなかったが、自ら泣くシーンを演じることは拒否していた。明治生まれの男が泣くことは滅多にないというのが、その理由である。オズ作品でも、オズの言われた通りに演技をした傘であるが、晩春のラストで傘がリンゴの皮を剥いてから同国するというシーンに対して、これはできませんと申し出、オズがそれを認めて、うなだれるシーンに変更した。 後にこのシーンを居眠りをしていると批評した評論家に対して大変憤りを感じたと語っている。泣くシーンとしては1982年のテレビドラマながらエヴァで入院している妻に寂しいと言って涙を拭うシーンとして登場するがこれは涙を拭う真似をしているだけで実際には泣いていない。初めて泣くシーンは1八十三年のテレビドラマ 波の盆で日本の敗戦に悔し涙を流し式の迫った妻の前で号泣する老人の役を演じた。2年後の冬構えでは自殺を図るが未遂に終わり、旅館で一人泣くシーンの撮影に際しても傘は泣くことを拒否したが、脚本を担当した山田大地の依頼に応じ演じた。後に山田は美しいと感動したが、傘自身は違和感を覚えていた。 1990年代に入ってからは、男は辛いよの、午前様の印象から、特に若い女性層から、優しいおじいさんとして人気が高かった。NHK では、傘のなくなった直後に追悼番組として主演ドラマ、今朝の秋を放映したが、放映後に傘を痛む感想が多数寄せられた。その中でも多かったものが、傘を自分の祖父のように思い、 傘の死が自分の祖父が亡くなったように思えて悲しいという内容であった。NHK ではこれらの感想を中心に構成された番組を放映。傘との共演が多かった杉村春子がナレーションを担当した。杉村自身も手紙の多さに驚き、傘の人気の高さに感動したと述べている。傘には出身地である熊本の強い鉛があった。この鉛は 生涯抜くことができず、傘のセリフ回しの大きな特徴となっている。デビュー当初は、この鉛が障壁となって、俳優としての出世を遅くさせる結果となった。しかしこの強い鉛が、傘の実直で撲突とした性格を滲み出し、他の俳優にない独特の個性を引き出すことになった。戦後、小津安二郎以外の多くの著名な監督の作品に出演できたのも、 この熊本鉛により表出される実直さや素朴さによるところが大きい。昭和初期から中期までの映画の世界では、俳優は関東、関西出身でなくても関東、関西の言葉でセリフを話すのが基本となっていた。その中でこのように鉛を個性にした俳優は、他には、シェイは丹下、名は、謝善で知られた福岡県武前市出身の大河内、伝次郎がいる程度で、 日本の俳優では、けうな存在であった。なお、山本夏彦は、写真コラムに、リュウ第一期来という、傘の熊本なまりを批判した一文を記している。このコラムは、大きな反響を呼び、抗議の当初が殺到したという、父ありき。左から倉田雄介、笠、川原忠に、晩春右は、原節子。東京物語。 左から山村里志、三宅邦子、笠、原節子、杉村春子、東山千恵子。院は小津安二郎監督作品。院は黒沢明監督作品。ありがとうございます。